現在この選手は関心を集めていますね。序盤から得点力の高さを発揮していますね。生中継でご覧ください。サッカーファンの皆さん、こんにちは。今日のスタジアムではどのようなドラマを見ることができるでしょうか。解説には福西崇史さんにお越しいただきました。今日も熱いリーグ戦をお送りしていきます。この一戦は、福西さん、会場はすでに興奮のるつぼと化しました。今日も激戦になりそうです。よろしくお願いします。今日も西コンビで頑張っていきましょう。この選手はいつも注目の的ですよね。チームにとって欠かせない存在です。この試合でも得点できるかどうかというところでしょう。最多得点記録を塗り替えるには十分なペースですからね。ホームチームの先発メンバーです。福西さん、短いパスでゲームをコントロールするのが得意なチームということですが、どのような感じでしょうか。そうですね、ショートパスを連続でつなげてボールを保持してきます。そこにオフザボールの動きでスペースを作り出すスタイルのチームですね。こちらがジュニアズの先発メンバーです。一般的な 4-3-3 も採用しました。3トップの連携が重要なシステムです。試合開始です。スミス、ここのエリアは注目ポイントになりそうです。ボールを運んでいます。ダニク、しっかり読んでいた。これはいい位置でカットした。キーパーはボールを見送りました。枠には飛ばないと判断したようですね。ディフェンス落ち着いていました。サイドから切り込んでいきます。打った、ゴールゲット、決まった。ゴールが決まって先制点。ゴール目前での一瞬の判断が素晴らしかったですね。ここしかないという場所とタイミングで打ってきました。このゴールには監督も満足した様子です。リードして気持ちに余裕が生まれたんでしょうね。ボールは相手チームに。
相手にタックルしてポゼッションを取り返しました。ショートコーナーを使ってきます。ここから中央に向かいます。キーパーが弾いたボールがバーの上。短くパス、中の選手にクロスを入れた。これはクリアするには不十分でしょうか。これは惜しいシュートでしたね。わずかに枠を外れていました。ボールを保持できません。これはサイドを上がれそうです。危険なタックルでした。レッドが出るかもしれません。レッドカードが提示されます。この選手は状況から考えて無理をする必要はなかったと思うんですが、こうなると相手は同点を狙って攻めに出てくるでしょうね。スミス、このままプレーさせます。チャンスになりそうですよ。オフサイドの判定です。ジュニアーズがサイドからの攻撃です。なかなかいい攻撃でしたが、ディフェンスに処理されました。強烈なタックルで止めに行く。危険な位置です。緊張感が増してきます。シュートチャンスです。このセーブはキーパーのファインプレーです。笛はなりません。アドバンテージを取りました。シュートまで持っていきたい。同点です。このゴールで試合は同点となります。最高の時間に追いつきましたね。前半終了間際に試合を振り出しに戻しました。この流れのままなら後半は主導権を握っていけるかもしれません。このロブがつながればチャンスです。中を狙ったパスでしたが、そう簡単には通しません。前半終了の笛が吹かれました。後半戦キックオフ。
ここはディフェンダーが読んでいました。鋭いタックルです。裏を狙ったパス、通ればチャンスだ。おっとキーパーが止めた。これはスーパーセーブでしょう。しっかりとブロック。しかしあれを止められるとは思っていなかったでしょうね。セーブされてなければ試合をリードしていました。さあしっかり守ったのでここから反撃でしょうか。チャンスでしたがゴールキックになります。ゴールシーンです。これで同点となります。ここに来てボールの取り合いが激しくなってきました。スミス、主審はプレーを続行させます。アドバンテージを取ったようですね。中央にクロス、このシュートは外れます。じっくりとパスを回して入れば1点リード。ボールがこぼれた。まだありそうだ。危ないシーンが続いていましたがこれで一安心でしょう。ポゼッションは相手に渡ります。これはいいロングパス、チャンスになるか。深くえぐってから折り返した。これは読んでいたか。インターセプトしました。ボールはミドルサードからアタッキングサードへ。スーバー吹かれません。危険なタックルでしたが、うまく抜いた。旗が上がりました。オフサイドです。このタイミングでレフェリーがカードを提示しました。プレーを遡って警告を与えます。ここはサイドのスペースを攻め上がります。コーナーのチャンスです。勝ち越しゴールを決められるでしょうか。手前の味方を使います。中へ切り込む。さあカウンターで一気に行きたい。これは味方に通らないか。どうやらサポーターは引き分けでは満足しないようですね。チームを大きな声援で後押ししています。試合終了まであと5分。両チーム同点のままです。さあかわしてきた。さあリードできるか。ここで取り返しました。チャンスになりそうです。サポートを使うか。いいところに出します。
近距離からのシュートでしたが枠の外、力強いシュートでしたが少し枠を外れていました。選手を変えてきますね。アディショナルタイムに2分加算されましたね。うまくボールを奪った。勝ち越しを目指して相手陣内に攻め込んでいきます。残り時間も考えるとこれが最後のチャンスになるかもしれません。シュート、試合終了です。最後まで読めない展開でしたが結局引き分けという結果に終わりました。競った場面があったのも確かですが疲れてきてからはどちらもあまり無理をしなくなりましたね。とにかく今日は8点さえ確保できればよしとしたんでしょう。We just wanted to ask you a couple of questions. That'll be all, thank you.